まこなこです。前回上級1ページすべて終えて、次2ページ目で、その先は3ページ目となるので、まず3ページ目というか専門家、また別の難易度なので、まず上級の2ページ目全部やっていきたいと思います。結構苦労したマップとかもあったので、どうなるか。これも比較的シンプルだな。多分だけど中央は大丈夫で、全部車線が通って、まあ、それ以外が通らなくなる。あれ、これ乗れないの？え、乗れないの？ああ、除去か。除去をやると上の階層がなくなるだけなのか、それとも島ごとなくなるのかがわからないんだよね、今の段階だと。え、でもこれ以外は置けないぞ。え、ここだけなんだけど、序盤。え、となるとガトリング行きたいような気がする。いや、ガトリング初っ端行っていいのかな、これは。あ、もしくは魔法なんだけれども、ガトリング初っ端行きましょう。早めにこう除去しないと打つ手がなくなりそう。あ、まあもしくは上か。あ、バカやったな。なんでこうやった最初に。まあいいか。イールを置くこと前提で考えてたので、そうしたらここしかないよねということで、でならばという感じで、ここだけをね考えてしまったけど、よく考えたら別に上に物を置いてもよかった。上はスナイパーか、真ん中家作るので、これは強いの狙わせましょう。うん、今垂れてるぞ。まあ無料のこれあるのは分かってるんだけど、あ、魔法やるなら前の方かな。ちょっと今なのに使っとけばよかった。先に暗視ゴーグルから散弾銃、ここら辺狙っていきましょう。うん、早め早めに前開けたいけど、そっかそっか、船使う手もあったな。散弾間もなく、素直に船使って時間稼いでもよかったかも。うん、開けたいような気もするが、どうすべきか。アップグレードで対応しましょう。たくさんやってきてるが、三段効果もあって多分なんとかなってるんだと思う。早打ちでこれで上は一服。なあ、鬼船使うか。さらに上の方入り口あたり船やって、あ、どうするかな。そこをやるよりかはここ取って魔法やった方がいいような気がするしで、第5歳にここも船やっときましょう。ここを取り除く。今見えてなかったけど何か出てきたね。
で、まあ、法を置いて対応しましょう。うん、全くもって問題なく。ここまで問題なくいけてるのも珍しい。まず炎の壁やって、それから砲台とかかな。抜かれてんね。英雄使えてないな。もうそれならば、あの大砲、あ、まあでも大砲もあれ確か射程距離あったような気がしたけど、うん、これでも一服でしょ。大砲を持ったヒーローもいたはずなんだけれど、あれ使うって言ってもあったかもね。うん、気分的にはもう楽になった。だが珍しくヒーロー使ってないんでね。ヒーローどうするかな。置き場所がまだまだわからない。うん、今回は使わなくていいか、もしくはこの猿どかすか。どかすか、素直に。でもお金にならず。え、置けないとかそんなことないよね。もしかもう一個ガトリングで上の方に打つというでもあったかなという気は今更ながらするけど。で、右側もし取るんであればそこから砲機か、もしくはヘリを飛ばす。これは強い敵対応しましょう。ところもうちょっとどうするかな。もうちょっと迷彩系に対する対応取りたいような気はするんだけれども、うん、飛行機とか使うか。まあ迷彩これでいいか。ここ上げればね。ならばさらにスナイパーいけないか、この辺り。あ、しまったな。まもなく40になるからアップグレードガンガンやっとかないと。3200溜まるかどうか。微妙だな。やっぱり魔法の炎の壁が強い。抜かれてる。どうなんとかなっている。ましょう。これで一服。ここは上村を置いて対応できればと思うけど、ここ即座に使いましょう。うん、なんとか間に合った。ほら、あと2000貯めて迷彩に対する対応できればもう終わりだと思う。どうするかな。あと上全部スナイパーか
それともハイパーかな。それぐらいしか考えが思い浮かばない。遠くに届くことを考えるとね。ここだけ置いてきましょう。これ以上は無理。ここら辺の崖のところには乗れないようなので、どうするかな。ここを取って除去をやって、ヘリコプター追求やりましょう。これで一服。大型ジェットを刺して投下型に対する対応、大きいも問題なく倒せている。どうだろうな。上と真ん中、ブルーンをヘリから吹き飛ばす、入り口方向に戻す。うん、上よりかは。ああ、鉛と凍結ブルーンも倒せるというものもある。上の方がいいか、無難に。あとどうするか。普段こっち側にまた場所作ってヘリを使うか。これで問題なくいけるはず。追い返してるね。あと、そっか、船があったな。船全然使ってなかった。クリーンガンなどやりながら、カムフラージュもちゃんとできてるので、これでいいでしょ。で、他も船今回たくさんやって、まあ、たくさんというほど数できるかというと微妙だけど、今結構押されてたね。15まで来ている。まだ55か。あとは、これも使ってなかったな。全然買わなくてもいいと言えばいいんだけど、ちょっと見てみましょうか。ブドウを放つ。鉛を壊すことが可能。パワフルな大砲。空母は行かなくても、でも戦艦に対してミサイルか。どうなんだろう、下の方。今更か、今更だけど、まあロックだけは外しておきます。戦艦コストは軽いから、これどんどん使っていってもよかったかも。当人やるとどうなんだっけな。勝手にお金が増えてく。あ、違うか、ターンの終わりごとだった日かな、お金増えるの。されてる、押されてる。ラスト、放っ
で、この辺りも攻撃やって終了。無難だね。どうするかな、次のマップの形状を見て買うのを選ぶか。あー結構またややこしそうな。たまには別のヒーローも使ってみたい気はする。これ久しぶりに行きましょうか。では上級の2ページ目、そしてその中の2つ目やりましょう。今回もややこしいマップ。左行って行き止まりがあって、下行って行き止まりがあって、すぐ下なのか、それとも、まあ、いくつかルートありそうだね。この左下から出て右側行って、真ん中まで行って左行って上行って右側とか、まあ、違うな、下の可能性もあるのか。どこに何を置けるか。スナイパー、車線は、車線も塞がってる。普段、あっと、普段高台みたいなところは、あ、ここも高台っぽいけど、作り上げるか今回は。なるほどね、この工事中のところを作り上げて高台作って、それでそこから攻撃だと思うけど、となると今置ける場所は、あ、置ける場所一個もないの、ひょっとして。え、真ん中だけか。いや真ん中も置けないぞこれ。ここだけ、ここ500、ここは750、ここは500、ここは1000。少なくともコスト軽いところで作り上げて、あ、350、500、こっち側でやりましょう。あれ、これタルゲッチが頑張って工事をやっている。あ、これは、え、え、置けない。え、ちょっと待ってあ、ここなんか一個だけいる場所があるけど、え、それだけ、え、それだけっぽいな。いや、スナイパーここ一個置いた程度じゃどうにもならないでしょう。まあ、ここか。ちょっと序盤失敗したかな。素直に真ん中あたりで、真ん中もこの角も一応対象範囲内だったので、ここら辺狙ってやった方が良かったかも。いや1個だけか、しょっぱいね。何とか早くヒーローを使えるようになりたい。え、ひょっとして下の方来ない、下の方来ない、それ右側行っちゃう。あ、大丈夫か。まだヒーローが使えない。これ炸裂弾まで行きたいけど失敗したな。ここまでポイント溜まってなかった。炸裂弾待ちたい。これさえ来れば多少楽になるでしょう。だが新しいものを建てらんない。まあ、建てるという表現はおかしいか。樽を置けない。あ、そっかそっか、ここ魔法有効だけど、これでもパッと大丈夫？有効だけど変な道路の方に炎を吐かれたらね、どうにもならないんで、意味がないんで。このところこれだけでなんとかなっている。あー、きついな。ここら辺も置けないか。
上もダメ。810まで待つか、それとももう別のことやってしまうか。早打ちにしないとダメだ。多少抜かれるのはしょうがない。810待たずにもう普通にやった方がいいような気がする。ヒーローを使わないような戦い方を。うん、倒せてはいる。仮に来たとしてどこやるかだよね。あー、これ入れない。入れるとばかり思ってた。下は大丈夫。あ、しょうがない、もうやっちゃいましょう。ここで必ず通ることを願って。アトリング、ここで下に向かって打つか。あ、もうそばまで来れば全部倒せると思う。まあ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 問題なく目の前さえ通ってくれれば。どっか300ぐらいなかったっけかな。350タワー？あっと見えてない。ここはダメか。ここは大丈夫。振り上げてここ魔法いけば。あ、でもなんか乗れる場所限定的に見えるな。ここだけか。ならばもうスナイパーでいいんじゃない。全部強いの優先で弾丸上げていきましょう。中で何かやりたいな。こうなるとヘリとかになるけど、とかきついように思う。あとは潜水艦だけど、潜水艦か。潜水艦やってもいいとは思うけど、大丈夫か、抜かれないか。いや、素直にこれ、うん、初めのにしときましょう。Stop them. ちょっと待って、早いな、今のルート。トリング、あ、こう置けないのか。こういったらこう置けない。上に向かって車線はある程度通るけど、ならば上の方乗せたいな。ここまでシビアなのも珍しいな。飛行機も置けないか。今置けるような色合いになったような気がしたけど、気のせい。魔法、それで炎の壁やってみましょう。とはいえここ通らなければ意味ないんでね。全部見渡すと考えるんであれば、上からスナイパーが一番無難なような気がする。大丈夫か。
あー、飲みで行くか。ちょっと遅れてた、反応するのが。届いてないんだもんね、今の段階だと。これでようやくある程度届いた。ああ、ここだったと思ったけど、あれ350。ここだけか。うまくすれば2つ置けそうな気配がある。ここで魔法とかをやってても置けない。ここで、ああ、砲台もありか。いや、砲台もダメだな、外れるな。2つ置ける。うん、スナイパーだな今回は多分。だが敵の戦艦に対する備えは全くできてないんで、どうすればいいかがわからない。かなり長い距離移動してくれればうまく倒せる可能性は残されてるけど。うん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 、魔法がなんかいい感じに敵を倒してくれてる。魔法強いな、びっくりするぐらい。炎を使ってなくても、炎の壁じゃなくてもなんか一気に倒してるんで。こうか。だがここら辺には対応できないんだよね。下から上に向かって問題はない。あー、ここから戦艦倒すとなるともう大口径1500、これでうまく倒せることを願って。うん、これどうなるか。見てても、手当てはないんだけどね。何かできる。ではないけど。今、炎がいい感じに効いたね。ここで一服。え、乗れないの？あれ？どういうこと？ヘリポートは？ヘリポートも無理。ん？これはどういうことだ？忍者は？忍者も乗れんな。いや、あ、これ、ちょっとわかんないな。え、作った意味がないってことになるんだけど。軍人は？だってこれすら乗れないんだもん。ここにやったからといっても下にいるからな。あ、ここか。カーソルの合わせる場所がやや上になっていた。だが乗れないものは乗れないな。じゃあまたスナイパー。いや、そっかそっか、魔法は上から行けば乗れない。スーパーマンは
乗れない。ないか行きましょう。ゴーグル三段。魔法この辺りでやってまた範囲広げるように。あ、なんだろうな、もっとパワフルな攻撃。海賊がカモフラージュブルーンを出るようになる。あ、何かあるのか。とりあえずこっち側行っときましょう。で下を耐えていく。あっと、ここで終わった。海賊じゃあ使いましょう。海賊はこの方向の、上乗せらんないとなるとこれ2つぐらいか。でもこれでカムフラージュのやつを倒せるんであればそれはそれで助かる。これをやらなくて済むってことでいいね、このカラスの巣を。楽ができてるね。ここら辺も問題なく倒せてる。魔法を置いて、あ、範囲があるのかな、このカモフラージュのものを撃てるようにするというのは。敵が来ないとそこら辺はもう把握ができない。んー、ここに砲台はないような気がする。これよりかこっちか。でもこれも置けない。振り上げましょう。そして乗せられるよね。乗せらんないの乗せらんないの。あ、でも上からガトリング、これだと難しいか。どこを出ばいいかが分かんない。なるとまたスナイパーか。1233ぐらいは乗せられる。遠くまで守るということを考えるんであれば、これも乗せられるな。スナイパー。一つ、二つ、三つ。これは強いのを狙ってもらう。それでも問題なく勝ててるので、次はどこだろう。ここを壊して、壊してというか作って、どこだどこだ。コストは軽い方がいい。で、またスナイパーか。ちょっとスナイパーばかりで今回は面白みに欠けるね。多分ヘリポートとかも当然無理だよね。スーパースターダメなんだもんな、スーパースターが。ずっと空飛んでてくれればいいんだけど、わけにもいかない。ここはないと申しで、またスナイパー。まあでも問題なく勝ててることは勝ててる。逆に英雄が暇になってる。
うん、5000まで溜まるまで待ちましょう。溜まった。スナイパ ー、もう一段階上げてこれで行くとしましょうか。レベル11までか。今序盤から出せなかったのは痛かったかも。やることなくなったね。デストロイヤー、あれ倒せない？これ何で倒せる？これ多分今炎的な一定時間炎で攻撃というものをやったので、それやってなかったら負けた可能性あるってこと？今敵が来ているはず。しまい。わあ、無事一発でクリアだけど、ちょっとモヤモヤするね、これは。どういうのが正解だったのか。というわけで、ここで2つ目クリア。また次、3つ目やっていきましょう。それでは上級の3つ目いきましょう。これもシンプルだね。まあ、当然真ん中の壁は架線が通らない。ここは乗れるが、乗れるが、まあヘリポートとかに使えるか。左上ダメ、ここダメ、ここら辺の上もダメ。水がある。ここら辺壊せる。あ、除去できる。だが壁はあるので、あ、これどこかまた壁崩れるとかありそうだな。これを言ってても始まらないので、とりあえずここやっていきましょう。ガトリング2つまず作ってそれから考えましょう。あ、ハートをクリックすると飛んでくね。何か落としてってくれればいいけど、ちょっとなんか罠みたいになってんだけど。戻ってきたね、後が。なんとか850まで溜まってもらいたい。間に合うか。あとか。こういうのであれば比較的楽なんでね。もうちょっと下の方が良かったかな。重心がこの中に入るかのように例のね。こうなるとスナイパー今回は使い勝手が悪いと思う。あと魔法前でやっとけばそれだけでも十分対応ができると思う。いい魔法でいいか。語ることもなく順調に
そろそろ迷彩系の対応もやりたいけど、その前に炎の壁。出るか。で、迷彩対策。よし、まあ一服でしょ。あとどうするかな、砲台作るか、前の方で。ほとんど他の使わなくなってるから、もうちょっとね、本来やればいろいろ使った方がいいようなね気はするけど、まだ攻撃は届いてない。あ、今の範囲上げただけじゃダメか。こっちがやってようやくか。もう一つ上げればもうちょっと範囲が広くなるけど、うん、それで有効に活用できる。そして今迷彩がやってきていた。ヒーローも今反応してなかったね。抜かれてるぞ抜かれてるぞ。まあしょうがないか、ここがないかで済ませては本来であればダメなんだろうけど、またガトリンに行きましょう。なぜ抜かれたのかが見てなかったけど、よし、これで一服。真ん中に村作ってもいいけど、まあやらんでもいいか。いいわ、レーザーショット。前の方で村作るというのも一つ手としてはありそう。うわ、ちょっとくれたな、レーザーショックやるの。うん、あ、味方が反応できてない。ちょっと厳しいか今の段階だと。敵の戦艦に対応できそうにない。レベルアップ。とりあえずこれランクアップやったら、どうするかな、こっち側動かしましょう。うん、やっぱり危ないね、迷彩系が来られると。村この辺り、あ、2000までたまらないとダメなんでね。あとここではちょっと手早く何か当たり的でもいいんで対応したい。まずこれ撃ってない、撃ってなかったけど、
問題なく。炎の方今投げてるよね、火炎瓶を。下側を使いたかった。さて、これでもう問題はなくなった。あとはまた見てるだけのお仕事になっている。どうするかな、ここをたまには他のも使うか。ドルイドあたり、捕鯨集団、地面に何かができるということなのでちょっとやってみましょう。上でいいかな。多分この嵐は敵を戻す効果があるんで。あ、でも下の方がコスト軽いと思ったけど、さらにその先はコストが重い。あと何だろう。クリーム置いときましょう。もうここは迷彩対策できている場所なので、ヘリに迷彩系はやらなくても大丈夫。ああ、まあここじゃない方が良かったのかな。まあいっか、ここでもこの左側スペースあるんでここに置いても良かったけど、これ取るとどうなるのか。あ、まあ綺麗なスペースができただけ。上も取れることは取れるけど、やるだけやりましょうか。こんな余裕なことやっといて最後ヘマしそうで怖いけどね。だが村の効果がやっぱり強いような気がする。当然コストかかるから気軽にというわけにもいかないけど、ダメか、もう届かないか。いや、置ける。全部手前側で終わってしまってる。じゃあスーパーモンキーでもたまには使うかな。ここにたまらないね、ようやく。だけれども、あ、ここだと村から離れすぎてる。ここ微妙に村の中に入ってる。これいいでしょ。いやー、今回もだが、なんだろうな、今回のマップに関しては普通というか、なんというか守りやすい。もうちょっとなんか変化に富むかと思ったけど、上級の初期の頃の方がいろいろな変化があって面白かったように思う。もう抜かれることもないでしょ。上はスナイパーとか置けないんでね。アップグレード。ラスト。全部やっておしまい。
かなりテンポよくいけてるように思う。そしてこれは、ヒーロー系いきましょう。もうさらに先はいいかな。やっていくとキリがないように思う。ならば次は軍人系狙っていきましょうか。まだ何があるか細かく見てないけど、あ、なんかクリックするとこれ反応するところがあるんでね、時折ね。今忍者が出てきたというわけで、3つ目クリア、4つ目いきたいと思います。ではこの4つ目いきましょうか。沖合、これまたシンプルだな。あ、ここ上一人乗れるけど、多分スナイパーあたりか。ここら辺でいいでしょ。サルも後ろに置いておく。ガトリング右から左、あ、もしくは上から左下斜めみたいな感じでやるか、ここから下一直線打ってもいいしで。とはいえ今回はガトリングよりかは他の戦い方もあるように思う。疲れそうだね。真ん中のこの上ナイパーでいいと思う。だが一直線になれば魔法でもう炎の壁やって終わるんじゃない？これ。ファイヤーボールやって、いまいちなんかパッとしたマップじゃないな。すごくシンプルというか、普段大きな変化がないように思う。疲れそうな気配はあるけどね。あるとこの後ろの方に村やってまた挟むような形で何か立てるな。とりあえずは900になるまでは待って、ようやく。今回も多分ヘリが有効に思う。とどうするかな。ここに村やって反対側砲台でヘリヘリみたいな感じで。早めに砲台だけやっていきましょうか。あー、どうする、これは硬い方向行くか。なると敵の迷彩対策も早くやらないと。迷彩対策、忍者置くか久しぶりに。あ、もしくは前の方でソナーでも出しておけばよかったかも。うん、結構範囲に入ってる。ここ
はいえ迷彩系が多くならない限りはこれ以上急ぐ必要もないんで。噂をすれば、今なぜ抜かれてしまってる。これちょっと油断ってわけじゃないんだろうけど、今のは理由が分かんなかったな。何だったんだろう。鉛も問題なく壊せてるので心配はいらない。2000まで待ちます。ようやく砲台上げていきましょう。そっかそっか、英雄はこれ尖ってるやつじゃないから、紫は確か尖ってる武器じゃないと壊せないんでね。なのでボケっとみんな過ごしていたんでしょう。ダーツ系じゃないとダメだったんでね。ヘリ行きたいような気はする。ちょっとこれ失敗したかもな。まあしょうがないしょうがない。900の取っといて、安全にはここから間に合うかどうか。あと2つかラウンド。いや2つで2000は厳しいんじゃない。うん、いやまだまだ余裕がありそうな気配がある。いけるか。うん、3200いった。じゃあこの後大口径行くか、もしくはヘリを取りたい気がする。いや大口径先行きましょう。まあ放って、うん、まあまあまあ、うっと大丈夫。ここはヘリ使えば。これで一服。たまにはヘリも下の方行きましょうか。あとは何だろう、迫撃砲でもいいけど船使うか。これも効果範囲内に入ってるんで。うん、全部ヘリが倒してしまってる。
寄られても後ろの方で十分追い払えるような状況になってるんで、今回スナイパーほとんど使ってないね。だすると最後抜かれる可能性もあるから、あーもう一個ヘリやって、ヒーローも来たいんだけどな。なんか最近使い勝手が悪いような気がする。多分高速ダーツやったからか、一人一機だけでも今結構前の方で耐えられてるのかも。あとはこのスナイパー敵の戦艦の動き止めるのをやればほぼおしまい。あと5000、全然抜かれる心配ないから、右の方のサルが暇そうにしてんね。ちょっと右側向いてしまって、こっち側では賑やかなのに自分一人は寂しいところでね、待機させられてるっていう。Awesome. これでおしまい。今日は忍者でも育てましょうか。敵の戦艦止まってるから早く対応ができている。あ、何かまきびし巻いてるね。これこれと同じような効果のあるものが。鉛ダメだった今。鉛確か魔法とかか。最後はい、放って放って放って、うまい。いやー、1回のプレイがすごい短くなってきてるんでね。初期の頃は15分ぐらい以上はかかったんだけど、もう12分ぐらいで終わってる。というわけで4つ目クリアです。では上級の2枚目のページの5つ目いきましょう。シンプルではあるんだけれども、置ける場所が、これもあれかな、あ、ここだけ置ける、ここだけ置けるけど、これ刈り取らないとダメとか。まあそうだよね。700、500、500、700か。いい場所はポイントが高い。ここも700か。1000、1000、ここ広いところは1500、最後の方500500ね。ここ取って上の方に向かってバトリングはありかも。あ、でも取るんだったらこっち側の方がいいか。いずれにしても最初は真ん中でやらざるを得ないんで、これでいきましょう。このかかしあれだね、かわいいね。車線は、あ、車線も通ってないのか。いや、早めに奥に届かせるためにどんどん刈り取る必要もありそう。単純に
モンキーを置く場所というだけじゃなくね、車線についても考えないと。となるとまずここか、こういう真ん中から左側には多分あまり届かないから、必要かって言われるとここではないように思うけど、使っていきましょう。あとそっか、前の方を切り開いて魔法をとっととやるっていう手もあるけど、ここら辺で魔法やってガトリングやってでもいいし、でもそれだとガトリングがなんかちょっと無駄になるよね。魔法やるなら前の方でやらないと。わかんないな、前でいいか。魔法砲台村というような感じでもいいかも。抜かれてるぞ。で真ん中ここスナイパー、スナイパーでもいいしで。まずは炎の壁優先。長いね。うん、ようやく。これで幾分か楽になるでしょう。今前の方で砲台。スナイパーここだと車線は届かないか。いずれにしてもこの左2つだと壊して、1000と700。あとは右側の方でヘリコプターでも置いていけば。何かこの辺り、微妙か。ガトリングここで案外いけるのかな。そして今の段階だと敵の迷彩対策ができてない。何でやるか。あ、迷彩対策、忍者か。忍者置いてきましょう。使っておきましょう。村やってしまってもいいけど、うん、これ危ないね。多分忍者、多分手裏剣だと紫は倒せるはずなんだけど、
あ、もしかしたら倒せないかもしれない。だけど忍者の手数が間に合ってなかったのか、倒せてなかった。まあ現在は車線通ってないけど、ここスナイパーやってしまいましょう。どっちか、弾丸系か。そろそろここ開けましょう。なんかこれ邪魔してるってことはないよね、この上は。ああ、乗せられるか、大丈夫か。スーパーヒーローあたり、ここ奥か。久しぶりに活躍できそうな感じに持っていけるかもしれない。あー、しまったしまったしまった。You're leaking. あー、これアイサイトやっときましょう。忍者もう一人置いとく。パートを減っても特段マイナス要素ないからいいと言えばいいんだけどね。ゼロにならない限りは、ゲームオーバーにならない限りは、この通常プレイだと問題はない。猿鍛えるんじゃなくて素直に忍者置いていけばよかったね。全然考えがまとまってなかった。ファイアッパー、うん、危ない危ない。なんとか倒せてる。これも全部追い払えるか。迷彩系倒しきった。3200いきましょうか。ようやく。これ間に合わないでしょう。大丈夫？まあ大丈夫そうか。早く上げとかないと。だから今その前にスーパーモンキーやった方がいいような気がする。うん、スーパーモンキー、ここら辺がかなり広範囲に攻撃できるけど、ここにしましょう。これ危ない危ない。ファイヤーボール使って、いや、もう一服か。ここまで来れば、いや、一番怖いのはやっぱ40なんでね。40であれ抜かれたらたまったもんじゃないから、そのための準備するけど、これが結構コスト高かったりするから。でまだこれやってなかったね。好きだな。キャナやってなかったのがここに来て響くか。カッバカタレバカタレやるの遅れた。あ、今のじゃあ40までやっときます。さて、ラウンド40までやってきました。今ヘリも呼んであるのでなんとかなりそう。今回手前側ではなくて最初真ん中の方でやって、
魔法使いここに置いて、で徐々に下の方今切り開いてるところ、この後前行くよりか後ろ側切り開いてやってった方がいいのかなという気はする。でヘリポート右下コスト軽いところに置いといて、ここら辺でもなんとかなりそうな気がします。もうほぼほぼ問題はないはず。今回村は作らずで釣りたい気はするんだけど、やっぱりコストが重い気がする。うん、抜かれることもないでしょう。とか油断してたら今する可能性もあるんで、戦闘機もホーミングミサイル放ってるんで、次どうするか、下の方、もしくは村っぽいけるか、いけるな。なんだかんだで村も作っていきましょう。で下ヘリポートやってしまえば、硬いのが倒せてないぞ。どうするかな、上行くか、それともこのモンキー諜報部全てのものに対して攻撃当てることが可能になるというのを狙っていきたい気もする。ここら辺をスナイパーで壊すことができないのはちょっと心配なんでね。ナイス。早めに対応できるようにするために前開けるか、それとも後ろの方の防衛頑張るか。ヘリでいいような気はする。あとは残った場所に全てヘリ作ってもいいし、でもしくはスナイパー一つだけ作って敵の空飛ぶのを早めに抑えるか。そんならここかな、除去。うん、いい感じに抜けている。待って、自分のマウスカーソル見失ってんだけどマウスカーソルどこだこれ。あ、ようやく発見。スーパーモンキー多分かなり活躍できると思う。村のそばに置かないとやっぱりこの下の方のルート行かなきゃいけなくなるので、敵の迷彩取るためにね。それだと強さが足らないような気がする。プラズマ行きましょう。あ、結構抜かれてる、ひょっとして。どうするかな。敵の玄関の足を止めるために弾丸上げていきましょう。ここだと車線が通らないんでね。で車線通すために前開けるかどうかの問題も出てくるんで、開けるか。結構抜かれそうだもんね。
んだな。58。これで次の5000まで間に合うかどうかだけど、まあ間に合わなくてももうボブンがあるんで、下の方ね、左下で対応もできると思うから。この硬いのは何なんだろうな、何をしないといけないのかが分かんないけど、通常攻撃で倒れないのかどうか。60。うん、それでも結構抜かれてるもんね。まだが問題なく、まあまあまあ2回目のプレイなんで、これはこんなもんでしょう。というわけでさらに行きましょうか。上級のラスト、次行きたいと思います。では上級の最後のステージやっていきましょう。いやー、思いのほか上級白熱するマップが多いから、今回どうなるかな。あ、同じもので来ちゃったな。そろそろまた弓のやつに変えたいかなとか思ってたけど、中か上か、早め早めに潰したいよね、普通に考えたら。これでいきましょう。出てくるところ1個魔法それぞれ置いて、それからはまた訪問も含めて、訪問真ん中でもいいかもね。次にこちら側、もうちょっと本来であれば手前が下の方がいいんでね。この後射程伸ばすものとかね、覚えていくんであればね。だが変なルートで炎の壁が振られないようにと考えるんであれば、手前側の方がいいような気がする。これも下の方に来るか左に来るかで敵を倒す速度が変わってくると思うんで。このあたりやっときましょう。ん、これはあれか、回って戻ってくるのかな。ぐるっと回ってさらに回って奥行くかなとか思ったけど、となるとすごい短い距離で物事が完結するんで、こう難しいように思う。ガトリングも有効に使えそうだとは思うけど、あ、でも場所が難しいな。両睨みで敵を狙うことはできると思う。だがそれよりも炎の壁を先に作った方がね、いい気もするしで。だが炎の壁をやらないんであれば魔法使いを作った意味はないんでね。下から上に向かってやりたかったけど、これは厳しいか。この角度からこう来るからこっち側か。いや違う、こっち側だな。合ってるか、いまいちパッとしないけど、まあは
弾がブレるので真ん中あたり狙って。同じく上から飛んだような感じで。この辺り狙っておきましょう。あとはどうするか。ああ、真ん中で何かやるか、もしくはもう横の方からスナイパー使うか。いずれにしても魔法壁作りましょう。レベルアップ。まず一つ目壁。大丈夫だよね。うん、どうするか。念のためスナイパー作っておくのもいいとは思うけど。900まで溜まった。ようやくだな。今の硬いのも倒せてるんで合ってる。で一服、次は砲弾か。下優先でいいとは思う。上は一応ねヒーローいるんで。ここら辺も問題なくできているが、抜かれそうな気配も多少ある。村作りたいな。真ん中あたりここら辺に1個村作れば結構フォローできるからいいと思うけど。ラップためずに他のことをやりたい。なるとスナイパー、乱視ゴーグル使って、あとは固い敵対策。3200溜まる可能性あるな。これならば助かるけど。溜まらなければスナイパーを鍛えるか。いけるね。からどうするか。敵がどの方向来るか見定めないと。まず使って下から来る盾アップなどやっといて、問題ない。一服一服固い敵狙いましょう。あとどうするかだな。上の訪問を強くするのと、真ん中飛行機か。少し抜かれてるぞ。
今回はヘリはすごく使いにくいと思う。両方から出てこられるとヘリの居場所をどこにするかで迷うことになると思うんで、ならば何にするか、的確に敵を狙うもの、そんなものはない。スナイパーぐらいか。この訪問もレベルアップしましょう。ここら辺をなんとか防げてるのは助かるな。多分暗視ゴーグルつけてるの一つだけなので、あとはこの辺りのバルカンで頑張ってるかのような状況。動力ダンス、あえて弾がぶれることでいい感じ的に攻撃を当てやすくなってる。こういう風に左右にこのマークというかこのカードが出てくるけど、左右から敵が出てこずに上と下から出てくるだけなので、下がないからいいよね、この敵の出てくるところをね。マップによってはもうこれ選んで敵が上と左から出てくるから、何やってんだかが分かんないみたいなパターンが多いけど、ちょっと待って、なぜ今抜かれた、のんきなこと言ってたら。いやー、ちょっと見直さないと分かんないな今のは。ではもう一回やっていきましょうか、うまくいけるかどうか。やっぱりフォーキーの、そしてカムフラージュが厳しいんでね。じゃあどうするかと言われてもいまいち考えが浮かばないけど、とりあえずこれで様子見。なると真ん中に、陶器カムフラージュか、まあ、忍者でもいいし村作って貯めるか。魔法今回なくても、まあ、なくてもいいとは言わないけど、あえて外すという手もあるしで。どういう感じに置いていくか全くまだ考えが浮かばない。何やればいいんだろうなうわー、どうするどうする、どうすればいい。陶器に対する対応なんだけど、だから当然その前にもやっていく必要はあるので、どうするかな。これもこれ結局炎がどこに出るかの問題も出てくるので、やっぱここしかないよね、こっち側しか。これで様子見。攻撃はなくてもいいかな。どうなんだろうな。スナイパーでそこら辺硬い敵は対応という手もあるしで。これ強い敵。まずは一つ硬いの狙えるようにやっといて、もしくは村か、村で対応か、砲機も倒せるようにやる。今回船がないからな、船使えれば
ープナーでも使えばね、あっさり問題は解消するんだろうけれども、あとは忍者、先忍者やりましょう。忍者もどのあたりを置くか、対照的にやるかどうじゃないかも迷うしで、真ん中あとあとがっつりとやっぱり村使って強いものを置いていきたい、スーパースターを置いてもいいしで、なるととりあえずこれで受けしときましょう。炎の壁をやめるって手もあるけどね、結構そこまで行くのにもコストがかかるから、しかも2箇所やんなければいけないから、ならばもう真ん中がっつりいけるような何か作ってしまった方が良いとは思ってる。じゃあそれが何かと言われると考えが浮かばない。行くかこれ、この辺りちょっと置いてみましょう。次も村で一気にやってしまうか、だからこれ鉛系無理なんじゃないかな今のところ。この辺り、これさえもう完成してしまえば難しいことはなくなる。まもなく半分、だがこれだと飛行船に対する対応が全くできてないので、また今すぐではないんでね、即座に、これでね鉛が、あでも鉛壊してるな、壊せてるんであればここまで問題視する必要もないのかも。ここら辺にミサイルやるか、もしくは前やるか、2000溜まった、これでなんとかなりそう。どうするかな、砲台置いていきましょうか、なんとか全部倒せている。ではスナイパーアップグレード、問題ないかな。念のためスナイパー、あとはヘリでもやってしまえば、無理に優先、砲台の方は先すべきだった可能性もあるけど、まあいいか、もう40まで間に合わないでしょ、3200、そこまで最後の、ね、段階まで持っていくのは。大丈夫か、最高形までやっといて全部倒せている。こっち側もより強くやっていきましょうか、陶器か何かも、鉛かな、鉛も倒せてるんで、
もう一段階ぐらいまで行けばどうするかな。ヘリも行ってしまってもいいか。ヘリの方が消していきましょう。うん、よしと、これで一服高速ダーツ。投げときましょうかと思ったけど、そっちが投げちゃうの。真ん中までで、まあまあまあ多少の体だけどもういいでしょ。あー、これで無事クリアできそう。耐えてほしかったけどね。となるとガトリングどこか置くか。いやでもな、ここら辺で、やってもいいと思う。あとはヘリをやるかスナイパーやるか。戦闘機うん、スナイパー増していくか。これもどうなんだろうな。上の方はバイク、そして大きくなるだけじゃなく鉛と凍結追加、さらに陶器とかも追加。うん、上やった方がいいね。真ん中は逆にいらないかも。ポイントが足らない。どうだろう、上行っときましょうか。ほぼほぼ一服だけど、最後陶器をどう対応できるか。もうちょっと村の周りにいろいろと作りたい気はする。とはいえ作るとしてももう遠距離系しかないような気がするけど。ナイパー、あでもなんかこの左側はせっかくなんで通常の攻撃を使わせたい。となるとスーパースターか。2500まで待ちましょう。え、入らないのこれ。スーパースターは本当置き場所困るなこれ。ダメなの、使いたかったんだけどな。ガトリングでじゃあずっとこっち側打たせておきましょうか。ちょっともったいない使い方のように思うけど。これ、まあ、ここら辺をちゃんと境目あたりを狙ってもらう。でこれをさらに上げといて、もうここまで開けてしまえば一服なんだよね。どうかな、ヘリはもうこれ範囲外れるか。いや違うぞ、これまだアップグレードやってなかったな。うん、問題ないでしょ。陶器系も倒してる。あーなんか届かない、置けない、置けないか。うん、これもまた下ルートで
か。誘導させて次急速発射。もっとダーツで戦闘機は完了。うん、多分もう陶器系も終わってんのかな、カムフラージュ系の。いや、この辺りか、55とか56ぐらいで倒されてたような記憶あったけど、うん、でも大丈夫そうだね。じゃあ他何かやるべきことあるかと言われるとほとんどないけど、これ置いときましょう。個人的には好きなんだけど、なかなか使う機会がない。今陶器系が来たね。だからパリンパリン割れてるし、鉛も大丈夫か。ここあたりかな、よく倒されるの。いや、もう59で倒されるってことはそうそうなかったような気がするけど、で60、多分下から来てるんだと思うけど、つけることなく、お、さらにアップグレード。この標準の猿も使わないけど、無事勝利。油断さえしなければといったところか。村が強かったということで、今回で上級すべて終わって、いよいよ専門家全部開けていきましょう。あー、洪水の谷が面白そうな形。あと地獄的がすごいね。どこに物を置くのかが分かりにくい。大泥沼、全部一直線で5つのルート来るようなものにも見えるし、で最後3つ。あれ、これ同じじゃない、泥の水たまり。あ、ん、どうなんだろう、水たまりの場所が違うとか、そのあたりか。痛い、なんだろうな、最後シャープ痛いというようなマップが残ってます。また次回以降これらやっていきたいと思いますので、次回もご覧いただけたら幸いです。ではでは。